よ、ちょっと付き合いよ。どうした？防戦一方だな。攻めなければ一生勝ちはないぞ。守りは確かに大事だ。だが守るべきものを手に入れることはもっと大事なんじゃないのか。守るべき大切なもののない一生に何の意味がある。確かに失うことは辛いさ。そんなこと俺だって分かってる。相変わらずだな。いつもお前はそうやって黙って勝手に行っちまう。こっちの身にも慣れてんだ。玉だと言いたいのか。そうだな。力だ理屈だって一人で突っ走ってたのは俺の方だ。妹を三木を失ってから俺はただ力を求めてきた。力さえあればどんなものでも守れると思ってた。だがどうだ。お前まで先に行っちまった。必死な俺を笑うかのようにな。戦ってら死ぬかもしれないって俺は知ってた。なのに俺は戦うことに夢中で何も見えてなかった。いくらカッコつけて走ってみたって結局このざまだ。先輩？いつもそうだ。大切なものは失ってから大切だったと気づく。それでも大切なものが何もない空っぽな人間よりはずっといい。たとえ傷ついたとしてもな。Mental health is indeed a major issue. However, help from others isn't fail-safe. Only you can make the big difference, whether you choose to accept it or not.